はい、橋本でございます。どうもどうもお疲れ様でございますはい、ということで、なんだねこの始まりね、おかしいね今回ですね、皆さんにお届けする動画っていうのが、まあ自分も、牛飼い始めて十何年っていう形なんですけども、まあそこの中でね、子牛の使用管理っていうのはちょっとね、自分の中でも力を入れているところでありまして、もちろんなんですけどね、繁殖農家なんで商品になるところをね、力入れるっていうのは当たり前なんですけども、今回、うちではどんなね、餌のやり方っていう、特殊なやり方やってるんですよ。はい。で、まあその方法っていうのを、まあ、ご覧になっていただければなと、皆さんの経営のね、少しでも役に立てばということでお送りしたいと思います。で、うちの使用管理っていうか、まあ、その餌のやり方なんですけど、朝晩共通で2回、給餌しております。ね、2回給餌してて、で1つが、まずこの巣をきれいにした状態で、自家祭壇のね、稲わら、それからチモシ、大津っていう3種を、稲わらが5、チモシが2、大津が3っていう割合で、短くね、裁断したわらっていうのを使っております。まあ、これの動画に関しては、短く裁断している動画に関しては、自分がね最初の方に挙げた魔の機械っていうので、ここにポンと載せておきますんで、そちらを ぜひねご覧になって、裁断の様子見ていただければと思います。で、これをまずね、きれいにしたらポンとやって、プラスアルファね、このパック、フレコに入っている TMR ですねの方を、一緒に給餌していきます。でそれを大体食べ終わった頃に、濃厚飼料っていうものをやっております。このね、TMR、富士飼料さんの TMR をずっとね使っております。ね、結構ねドライで、比率的にもね、まあ、濃厚もちゃんと入ってて、結構ね、あの食いがいいんですよ。あとパインカスだっけかな、バカスパインカスが含まれております。ということでね、給餌の方していきましょう。食べ終わってくれたんで、まあ大体15分ないし20分ぐらいで、このぐらいに、さっきの山のね自家祭壇の、草と TMR をこんな感じで食べてくれます。そしたらですね、次に濃厚飼料をやっていきます。ということで、うちの濃厚飼料なんでございますが、給餌しているのは、3種類あります。まず、メインでオールインワンのイースト、ね、イースト菌が含まれております。まあ、腸に優しいっていうね餌なんですけども、イーストで TDN が17になっております。17程度って言ったのかな、そのぐらいになっております。それからですね、こっちが J オイルミルズのファイバーフィードっていうものになります。まあね、大豆の、皮だったり、菜種油の搾りかすとかいろんなのが入っております。これが、J オイルミルズのファイバーフィードになります。で、こっちふすまで、結構ね、自分ふすまに結構こだわってて、今使ってるのが安倍製粉のふすまになります。さあやっていきましょう。
ということで、ご覧いただきましたようにうちのね講習はねだいたいこんな感じで、給仕の方法をとっております。でまあ見てもらいたいのがこの給仕方法をやっぱずっと実践してきてよくねうち視察に来られた方とかに言われるのが腹がすごいよねということでガサ張ってんじゃねえのって言われたりするんですけどもまあちょっとねこっちの画面に今やってるんですけどもだいたいこれで、数ヶ月食べさせるとこんな感じになっております。今のはね腹の作り具合っていうのがで、注目してほしいのが、これなんですけども若年瞑想を離乳して、数日でもやっぱりねこういう風に草主体で、食べさせていくとこんな感じになっておりますね。はい、まあねあくまでねこれは自分で、これがいいんじゃないかなと思ってやってるんですけどもまあやっぱね買ってもらってた皮膚屋さんには丈夫だと食い止まらなくて最後までね、言ってくれるっていうことである程度のね評価は受けておりますんでねまあ参考になれば使ってみてください。やってみてくださいっていうのもどうなのかは分からないですけどもまあうちはこんな風にして、今週の資料管理をやっております。まあね少しでもご参考になればと思いまして今回挙げさせていただきました。最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。以上、橋本でございました。